緑の国のお友達小枝ちゃん、人参大作戦。ゆいちゃん、おはやっほー。キュッキュー。おはやっほー。あれれ、どうかしたの？わかった、先生に怒られたとか。あたり、今日ね、給食に人参サラダが出たんだけど残しちゃったの。あ、ゆいちゃん人参嫌い？うん、小枝も大嫌い。人参美味しいのに。うんうん、だったら二人とも食べられるように頑張ってみたら。よし、人参作戦始め。私たちも協力する。さあ、目をつぶって食べてみて。うん、うん。無理。じゃあ鼻をつまんで食べてみて。無理。甘いケーキだと思って食べたらどうかな。ケーキ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 。無理。やっぱり人参は人参だよ。ダメか。いいこと思いついたな。人参畑だ。人参さんとお話ししたらいいと思うの。お話？うん、きなななん。やっ、こんにちは。うわ、喋った。人参さん、あのね、小枝ちゃんとゆいちゃんが人参さんのことをどうしても食べられないの。そっか、僕たちって結構嫌われちゃうんだよね。おいしいって喜んでもらえるのを楽しみに毎日毎日大きくなってるんだけど。ごめんね。ねえ、よく見てよ。結構イケてるでしょ、このピカピカお日様色の体。なんでお日様色かわかる？食べてくれたみんなのことをお日様みたいに元気でピカピカにするためさ。そうだったんだ。僕たちのこと好きになってほしいな。僕、小枝ちゃんともゆいちゃんともお友達になりたい。これだも。私も人参さんとお友達になりたい。うん。人参ポタージュスープができたの。食べてみて。頑張ってね。チェリーちゃんも応援。